魂。久しぶりに本気を出させて。よくやった。報酬はいつもの場所にある。あいよ、フィネガン。なんだか計画が狂ってきちゃいないかい？その原因の一つを殺す命を受けてきた。協力するか？悪いけど断るよ。ちょっと気になることがあってね。気になること？多分私の仕事はまだ終わってないんじゃないかな。おかしなことを言う。また女の勘か。まあいい。だがいずれまた働いてもらうぞ。さてと、化けの皮を剥いでみるとするか。誰だよあんた。おやめなさい。このようなことをしている時ではない。大いなる災いが迫っているのです。わけのわからないことを。レイチェル？アリシア様！召喚せよ、鋼の記憶とともに。何しやがった！あなたは誰？大魔導士ベルトランの弟子、マイテ。魔人の封印を見守るものです。アリシア王女、魔人について私が知っていることをお話しましょう。送り込んだ兵は全滅だと？それでお前は黙って引き返してきたというのか。フィネガンよ、自分の仕事はまだ終わっていない。そう言ったのだな、エイダは。いかがいたしましょう。そうだな、下手に動かれても厄介だ。消せ。どうした？姉を殺すのはさすがのお前も気が引けるか。いい、あのような女の命など。アリシアはどうするつもりじゃ。あやつ魔人の力で追手をほふっているとのこと。いつ我らに手向かってくるかわからぬぞ。たわごと。おそらくグレインズの兵どもがアリシアを守っているのだろう。グレインズ派の老害を葬らねば救国はありえぬ。我々の道に仇なす者は誰だろうと排除するまで。
たとえそれが魔人でもだ。心強き言葉。ならば旧国の英雄殿の耳に入れておきたき策があるのじゃが、聞いてもらえるか。それはいい。グレインズ、ようやくお前と別れることができそうだ。誰かが私を魔人の生贄に捧げたと。はい、祭主が何者なのかはまだ分かりませぬが、ただ確実に言えることは、このままアリシア様に刻まれた烙印に魂を捧げ続けると、近いうちに必ず魔人はその力を取り戻します。ふん、あんたが言ってることが本当なら、このお嬢ちゃんを殺しておいた方がいいんじゃないのかい？いいえ、一度目覚めた魔人は生贄が死のうとも巧妙に代わりを見つけるだけ。本当かい？それじゃあお手上げだね。魔人の災いから逃れる術はあります、アリシア様。その烙印にこれ以上魂を捧げないでください。供物を断ち、復活の進行を止めている間に、私の死が魔人を封印する準備を整えます。その死ってのは信用できるのかい？死、ベルトランはかつて魔人を封印した魔導士たちの最後の生き残り。死はその身を賭してでも再びあの惨劇を食い止めるでしょう。無論私も魔人復活を阻止するため、これよりアリシア様は私と共に行動していただきます。共に？アリシア様、今館を離れるのは危険すぎます。これ以上姫様の身に何かあったら、レイチェルは。アリシア様、グレインズ将軍が古城で兵を集めていると聞きます。そこならひとまず安心かと存じますが。グレインズ将軍が。さて、私はそろそろ消えるとするよ。王宮へ行って確かめたいことがあるんだね。一緒に来るかい？濡れ衣を晴らしたいんだろう。それにここで隠れてるよりは真相に近づけるかもね。アリシア様、魔人の災いが迫っています。一刻も早くグレインズ将軍と合流し、機会を待つのです。時間がありません。さあ参りましょう。アリシア様、お願いです。レイチェルと館にとどまってください。